なにこれ、どうなってんの、めんどくせえな、もう。こんなのね、バグでもなんでもねえ、ただの設定ミスだよ、アプデの。これ3日もね、4日も放置してる。運営としてどうなんでしょう、これ。はぁ、あ。ほら、これ、おかしいでしょ。はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。はい、今日はねスナイパー使っていきたいと思います。最初にオープニングの前に変な声がしてましたけど、気にしないでくださいということでね、つなげないんですよ、日本のサーバーではね、私の端末ではつなげないです。というか、つなげない方がね多いと思います。まだまあスナイパーのキャンペーンやってるんでね、とりあえず、SSV9 持ってきました。SSV9 とサブが、なんだっけこれ、サブスナですね。サブスナ両方星7です、ノーマルで。防具の方が ADV のフルセット着てますね、一式着てます。これで、スナのダメージが 15% アップと、あとポータブルアップと、スコープが早く覗けるやつと、あとなんだっけ、安定度はついてなかったかな。安定度ついてないですよね。でも SSV9 の星7になるとね、これぐらい安定するんですよ。結構ね、いい感じで。安定度ついてたっけ、ついてないですよね頭がスコープで、胴体がなんだっけ、リロードじゃないや、ホッキングのスピードアップと、足が移動中命中率アップで、2点効果が何だったっけ、2点効果あれですね、胴体の命中率上げるやつですね。それとあと足が移動中命中率、あ違う、移動のポータブルですね、ポータブル 12% アップということで、これポータブルが3480ぐらいになります。メインサブともね、ポータブルが同じなので、非常に速いですねこれ。はい、こんな感じです。あれ、アメリカサーバーっていうのがあってね、ラグいんですよ当たってるのに死なないというね。まあラグイドね、まあ敵さんにもねちょっと迷惑だと思うんですけど、もうこれ仕方ないですね。運営さんの対応が悪いせいで日本でできないので、まあできなくはないんですけど、時間帯、自分が撮ってる時間帯誰もいなかったので、もうアメリカのまんまでやってますね。アメリカの方たちと対戦している形になってるんですけど、一応これサブスナ、タンスナ背負ってるんですけど、ダメージがこれアップ分も入れて2万6000ぐらいしかないので、ちょっと硬い方はもうなんていうか、キルできないので、ワンパンできないので、あんま使ってない感じですかね。サブスナもイベントものだとね、ワンパンできるようになるかもしれないですけど、この 15% アップつければ。ただそのままの状態だと2万7000ぐらいですかね、星7マックスで。なんでワンパンできない方が結構いるんですよね。だからサブスナ使いにくくなりましたね。まあヘッショ当てればいいんですけど、ヘッショ当てれないのでまあレンスナに関してはね、非常にこの間動画で言った通り、使いやすくなりました。これ日本サーバーでちょっと真面目にやりたいんですけど、ラグイ当たっても死なないので、自分で当ててれるかどうかもね、よくわからないんですよ。なんでこれ絶対ガンガン当たってるはずなんですけど、すごい死なないんですよねやりづらいというか、キャンペーンなのになぜか SMR にドラゴン意識がいますねびっくりです、あれだ、あの人ですね、レンスナじゃ無理かな。レンスナよりも絶対 SMR の方が強いですよね。で、タンスナでも抜いてやろうと思ったんですけど、これね、フラグじゃないや、線香飛んできた上にね、あいつがずっと撃ってるので、打ち負けましたね。今、エイムが合う前に、殺されてしまいました。まあ、でも、レンスナが使いやすくなったせいで非常に楽しいです。モチベーション一瞬上がったんですけど、この、ログインできないのでね、また、モチベーションダダ落ちですね。今度は殺しますよ。はい、いけました。ラグいいですね。打ってしばらくしてからじゃないと死なない。まあこの間のスピアヘッド切ればね、この SSV9 は相当強いです。
ヘッショが SSV9 に関してはね、多分ダメージが3倍になってるので、ほとんどというか、まあかなりワンパンできるので、はい、1戦目16キル5で、あ、14キル5ですということで、まあまあいけましたね。はい、じゃあ2戦目いってみたいと思います。2戦目はキャンプ、タンスナーもちょっと使いたかったんですけど、なかなかね当てれないので入りましたね。はい、入りました。この方タンスナーですね。あと一発だったけどな。タンスナー持ち替えたんですけど、はい、当たりましたね。ラグいですよね。なんかすごい当たってない感じだけど当たってるというねよくわかりません。まあどうですかね、レンスナートナメで使えるレベルではないと思いますね。これ相当慣れないとトーナメントで使うのは厳しいですね。まあでも楽しいっちゃ楽しいですね。あの当たってんのに死なない、なんとかしてほしいですこれ味方さんがこれ強かったですね。でこのマッチかなり味方さんが強くて、スコアもねかなり差が開いてますので、これ当たってると思ったんですけど当たってますよねめっちゃラグいですこれ。早くね戻してくれませんかね。今日あたり多分ね、あの週末で休みだったんで、運営さんがしっかり、あの不具合が出ようが何だろうが休む運営さんなので今日あたり対応してくれますかね。多分あのアップデートした後にね、あのなんていうかな、サーバーの設定ミスですね、あの死んだすげえラグい、日本のサーバーからは繋がれないような設定になってるんですよね。がサーバーがもしくはパンクしてるっていうことはでも考えづらいですよね。で繋がる人がいればでもどうなのかな、多分ただの設定ミスだと思います。アメリカだと普通に繋がるので、あとドイツとかヨーロッパの方でもね繋がったので、あとはどこで試したっけ、あとシンガポールとかだと開けなかったですね。アメリカとヨーロッパは行けました。まあ、ただどこに行っても、まあ、ヨーロッパに関してはアメリカよりもラグいのでかなりやりづらいです。まあ、はっきり言ってこんなラグいとね、人がいないと楽しくないし、またラグいと楽しくないということで、もうこの開けなくなってね、もうほとんどアフパルやってないです。動画も上げてなかったんですけど、アフパル自体をやってないです、はい、腰打ちですね今のは。足速いんで腰打ちも結構使いますね、サブスナに関しては。とりあえず早く直してください、それだけですね。直ったらまたね、 まともなあのラグくない状態でこの SSV9 使いたいと思います。あとあのオータムの星6もあるので、ボタン星6だと本当にヘッショほぼワンパンですね。ほとんどの方がワンパンなので非常に強いんですけど、いたいたガンミだこれね、まさかのこのあなんだ MKM に抜かれましたね。星4かな、これ星4ですね。ヘッショだったのかな。砂耐性ついてても抜かれましたので、当たったか、もうねラグすぎてキルできたかどうかもよく分かりません。あと40秒入っていた、はいはいはい。まあ近い距離もね結構いけるようになったので楽しいのは楽しいんですけど、タイガーのイベント始まって、あのパックも全然買ってないので、 STR 欲しいんですけど、 STR なんかもう当たる気しないんでもうね全然パックも買う予定もないですね。タイガーはそんなに欲しいの本当に STR だけだったので。防具もこの間単発で白いアバンだけ当たりました。頭の白いアバンだけで、これラスト、はい、これで終わりましたねまさかの接続落ち。最後まで、クソ運営っぷりが発揮されましたということで、今日の動画この辺で終わりたいと思います。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。